急用とは何だ。これじゃ蓋が開いたまま閉まらんようになってしもうたち。無理っちゃ。うちも試してみたけんど。そうかな。どがいしたん、西脇さん。なるほど。これじゃ使い物にならんな。大至急修理させよう。頼んだぞね。お、じゃあな。西脇さん、いつ頃治るんじゃろ。これからすぐに修理に出そう。何しろ一刻を争うもんだからな。はい、おめでとう。あら、おめでとうって何ですの。3年のバッジだよ。まあ、今日からうちら3年生じゃ。でもなんか気が重いな、3年って。そう言われてみるとそうじゃけんど、責任も感じますしね。ねえ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 、さっきもさ、これやるとき、3年 B 組朝宮さっきってやっちゃうわけ。2年 B 組って間違えて、あ、いけないって3年 B 組って言い直したりして、その間に敵が逃げちゃったりなんだって。おめでとうございます。面白いだろ。そうか、今度から3年って言わないかんのじゃねえ。ねえねえ、ちょっとやってみなよ。あたいたちの前で練習しといた方がいいよ。できんちゃん。あら、どうしてですか。あのヨーヨーは修理に出しちょる。あれ、壊れちゃったの。うん、あ、しもうた。ゆきのさん、悪いけんど用があるき、帰るちゃん。用ってなんだよ。銀行じゃ生活費下ろさないかんきね。そうか、3年って言わないかんのか。そうか。またあいつなんか思い込んじゃったのかな。真面目な方ですから、さきさんって。ではうち一人ではどうすることもできんち。許しとおせ。こりゃ面白いや。で、兄貴。お、聞こえるか。ここにはな、おにゃんこの皆さんもいらっしゃるんだ。勝手なことしてみろ。おにゃんこから殺してるからな。3年 B 組朝宮さき、またの名をスケバンデカ。さ、桜の大門。
ありがとう。ごめん。私が